ファイアは、任天堂が製造を販売していた携帯型液晶ゲーム機、ゲームウォッチシリーズの一つ。1980年7月31日に発売されたシルバーシリーズ版と、1981年12月4日に発売されたワイドスクリーン版の2種類がある。ワイドスクリーン版、ファイア火災が発生した左側のビルから飛び降りてくる人々を、 その直下で待ち受け、クッションでバウンドさせて、右で待機している救急車まで運ぶゲーム。人は右に弾んでいき、救急車に到達するまでに3回バウンドさせなければ、ならず、左右のボタンで救助員を、所定の位置に移動させて受け止める。受け損なうと、ミスとなり、3回ミスで、ゲーム終了となる。 シルバーシリーズ版は3回バウンドさせて、救急車に搬入した時点で1点が加算されるが、ワイドスクリーン版ではバウンドさせるたびに1点が加算される。最高得点はいずれも999点。ゲーム A とゲーム B の2種類があり、落下してくる人数と落下速度が異なる。その他、ワイドスクリーン版で追加された要素として、200点、または500点に達すると、 ミスが、帳消しになる。また、ゲーム A では、人々は4階からのみ飛び降りてくるが、ゲーム B では3階からも飛び降りてくるため、人の飛び降りるタイミングが変化する。これらの特典の加算設定の変更や帳消し機能の追加により、ゲームバランスが良くなり、シルバーシリーズ版に比べて遊びやすくなっている。また、シルバーシリーズ版とワイドスクリーン版とでは、 建物並びに救急車のデザインが大きく異なる。シルバーシリーズ版では白黒の2色のみの表示でビルや救急車はシンプルなデザインとなっていて人が救急車に飛び込んだ時に救急車のランプが点滅する。ワイドスクリーン版ではカラーフィルムによる疑似カラー液晶を搭載しそれに伴い救急車のランプの点滅表現が省略されている。また ビルのデザインも細かくなっている。開発途中では画面構成が左右逆になっており、そのまま発売される予定であった。しかし液晶パターンを反対に作成してしまい、テストプレイしたところ特に問題はなかったので反対のまま発売されたのが現在のファイアになっている。なお、ワイドスクリーン版は青色以外にも緑色のものが存在しているという噂があるが、これは 本体の退職によるものと考えられ、緑色のモデルの実在については信憑性が薄い。当ゲームは、タハードでも移植、または、おまけの形で販売されているが、若干の変更が見られる。2001年発売の、大乱闘スマッシュブラザーズデラックスにて、ビルから飛び降りる人が、ミスターゲームウォッチという名称で、プレイヤーキャラクターとして参戦。また、 クッションを持つ、救助員も必殺技、ファイヤーとして登場する。3人揃って、フィギュア化もされている。2008年発売の、大乱闘スマッシュブラザーズ X 以降の、シリーズ作品でも引き続き、ミスターゲームウォッチの技として登場し、モチーフの一つとして、ファイヤーのゲーム画面が収録されているステージ、フラットゾーンに及び、フラットゾーン X も登場する。 ありがとうございます。